レットマルーフのレジンヘアピンとレジンヒアドロップポニーを使って浴衣に合うヘアアレンジを教えてもらいます。それではまず髪の毛を一束にしていただきます。ポジションですが高さは耳の高さぐらいが一番いいと思います。こちらのヒアドロップポニーを1、2、3回目に途中で止めていただいて輪っかを作っておきます。ここはあまり大きく出さない方がいいのでこちらがポイントになります。こちらの後頭部のボリュームを出していきたいと思います。指を当てていただいて引き抜いていただくとボリュームが出ます。あとは中に指を入れていただいて前から後ろにスライドしていただきます。そして毛先なんですけれども必ず上を通って長い方は2周していただきます。結び目のゴムを引っ張っていただいて毛先を入れていただければこちらで固定することができます。それでは次にこちらのレジンのヘアピンをこのお団子の部分をぐーっと広げていただいてご自分の頭につけていただきます。右斜め上、左斜め下、そのまま左手で押さえていただいてピックを指のある箇所に差し込みます。結び目の内側を通してこちらもしっかりと頭に当てながらピンの先を引っ掛けていただければきれいにスタイルしていただくことができます。プラスで華やかさを加えたい方はショートのコームを中に入れていただくとサイドから見たラインが素敵です。他にも色違いがありましたよ。皆さんもぜひ着てみてくださいね。